向こうの出入り口から覗かれてますね。マジだ。職場でしなよ。職場でライブ配信はちょっとできないな。はたから見るとテレビ撮影になっちゃってますね。俺 AD だから AD 照明、照明です。あ、ヒデさんどうもどうも、こんばんはです。いや全然、通知が多分遅くなっていっちゃってるのかもしれない。これ言ってるよ。うーんってやばいぞこれ。うーん、車がな、ちょっとな、危ないよね。下から見るとただのテレビスクルーム。ズズンズズンチャズズンチャってなんか通ってったけど、ここ絶対いるよね。ただ車通りが多いからなんか雰囲気はそんなに今は怖くないけど、ちょいちょいこの途切れるときが怖いんだよね。これの車ね、ズズンチャズズンチャズズンチャ。ああ、三つ目さんこんばんは、ズズンチャ。よし、ゆるめさん、じゃあゆるめさんの目の目は俺が。どうだゆるめ、目の目の目の全然自分ができない。全然口笛ができない。でこういうような音が聞こえてくるとダメだっていう。笛の音ってなんかね、でもこういうような笛の音なのかな。ゾロ目ナンバー来たら笑うわってね。口笛下手かって、いや下手っすよ。できてない。できてなくてくさ。できないんだ俺。声がえ？ドルさんお茶目。いやいやいや、何もやってないです。 俺が口笛吹いてたんだよ。何もしてないよ。何もしてないよ。聞こえちゃったの。してないって今。そうだ、俺がだからあの口笛吹いてたんだって、うん、ふざけてて。なんかやばいぞ。じゃあちょっと今見たなって言われたの。そう、やばい。じゃあちょっと一瞬静かにしてみますか。ドルさんいたずらしてないよ。その余裕ないですよ。やばい、これ聞こえた。え、いやいやしてないよ。今トンって言ったね。え、俺の声そんな元気ないよ。だってちょっとここでじゃあ一瞬静まり返ったんで、こんばんは、見たなって聞こえました。見た、何か言いました。いや何も言ってないですけど。ないない、何も言ってないよ。蚊に食われてしょうがないんですよ今。そこで蚊に食われてる。見たなって、見たな、見たなって言われたら、うん、いや見たよって言ってあげれば、うん、そう。僕が言うときは俺は、ああそうですね、そう、そう言ってるね、裏声でね、うん、うーとかね、うん、そういうのはね、うん、定番ですからね。うっはいはい、レジックさんこんばんは、いらっしゃい。出た。あ、そっか、探知機見てなかったな。探知機でもなんか上の方が、あっちのおじさんがいた方の方がやばかったけどな。どっちかっていうと出ましたね、出ましたね。あれ、テレビ撮影中です。すいません。テレビ撮影中です。 TBS です。 TBS です。ここは？ここは首なしライダーが出るとある峠の超やばいトンネルのとこですよね。一番やばいとこですよ。やばいよね。笛の音が聞こえたらあの世に引き込まれるって。多分運転中にその笛の音が聞こえたら
多分そこで事故って死ぬって意味なんでしょうね、多分。あ、アイレネさんおやすみなさいですね。はい、はいはい、キールだ。あ、頑張ってんじゃん。赤いじゃん。来てる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 、マジで来てるよこれ。飛んでったよ。言ってない。言ってる。言ってるよ、ね。うん。やばいぞこれ。言ってなかったよ。一瞬来てたね。一瞬我々のとこまで、近くまで、あの辺りからこう来てたんだな。車が通るからね。そうなんですよ。雑音が入っちゃうんですよね。結構しちゃうから。こんなとこ通るなと思う。真っ赤っかですよ。はい、丸さんこんばんはですね。来てる。今裏拍車今か。よし、ドライバーに変な目で見られると関係ねえ。スーパー裏拍手、ハイパー裏拍手、ハッ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 なってたからな、これ青なしだ、青なしだ。A が困ってますね、これ。困ってますね。女の子絵、絵でした。あ、赤くなってます。やばいっす。首なしライダーに捧げる歌を今考えてきた。よし、ここ電波入るかな。首なしライダーはやっぱこの歌でしょ。こう考えてきた。これ歌えば多分消えるだろう。ただ問題は電波だな、これ。 Wi-Fi の電波が入るかどうか。 Wi-Fi の電波が入らないとこれ俺歌えないんで、うん、なんだこれ、すごい打ちづらい。ダメだな。車通りがね多すぎちゃってね、これ。歌わせないつもりだな、ここ。はい。Wi-Fi が入んねえ、ここ。あ、入った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 、遅っ。よし、出た。トンネルの外からね。ごめんね、ちょっとね、遅いから俺のこれ。よしまあ走り屋といったらこれでしょ。入られないな。もうちょっと後ろか。カウ。走り屋の皆さん、聞いてください。熱くなった銀の目つき、はー
導火線に火をつけてあげる、不思議なほどハイな気分さ、砂ぼこりを巻き上げていこうか、夢を増しようぜ、暴走するほど目の前にはミサイルの目。走りの皆さん、あの世でも走り続けてください。アドレナリンずっと流して僕の方がオーバーヒートしそう、爆発してハイになってもこのままだと笑ってるね、きっと街を追い越してこの世の果てまでぶっ飛ばして心中しよう、さてを伸ばして地平線に届くように、限界まで振り切ってくれ、Crash into the lonely morning flash, I'm in the coldest driver's fight, 最高のフィナーレを、いやー、ここはあれでしょう。あ、ラルク知ってるけど歌わしない。これね、やっぱり鬼塚永吉22歳って、GTO の主題歌。もう数えるくらいで僕らは消え失せ、枕な朝が来るね、お気に入りの服に先替えたなら駆け出して呆れるほど声を上げて、体験を突破しようぜ、 Wow 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 Crash into the lonely morning flash, I'm the coldest driver's high、 鋼の翼で、あー、もう声が出ねえ。ドライバーズハイで走り屋の霊を挑発してみた。走り屋の霊を挑発しましたけど、どうでしょうか、幽霊さん。こっちが呆れる。この状況でドルさんは、ちょっと調子悪いので、ちょっと少し休憩してます。ここはね、だからお墓じゃないからさ、やっぱドライ、走り屋にちなんだ、その心なしか車が消えてしまいました。どれも怖くなっちゃった。ドルさん助けて。クレさんが。じゃあもう一回口笛で幽霊を挑発してみたいと思います。電波が吹け、ちょっと吹けたね、今日。
あ、ミルクウニさん、ドルさん、あの退院おめでとうございますって。受けてない残念ですね。はい。アメニの GTO 懐かしいですね。あ、はい、黒毛さん、ドルさんおめでとうございますと。はい、ポケミさんこんばんはです。さあ、もうここの幽霊は挑発したんだけど、なんかもそうだ、ね、あれだね、でもダメだね。車が。車がやっぱ多い、ね。ここはやっぱ夜中だね。夜中ですね。ただちょっと今日はもうあんまりね、ドルさん体調良くないから、もう一軒行きます。行きますか。ええ、もう一軒行って、ね、フィナーレを迎えましょう。地平線に届くように願いでは、リリ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 リスマッシュブラッタッ、It's a lonely morning rush. It's a lonely morning rush. え？新しい電池あるじゃん。ええ。綺麗だね。ええ。新しい電池もでかいんだよね。ああ。あれなんですね。そう、1万1000ルーメンぐらいだとでかいんだよね。うん、ええ。なるほど。そう、前もそうだったんだ。だから入らないから。昔の電池。ああ。あ、ビデオカメラ止めないと。